はい、おはようございます。エメイでございます。今日はね、モミジの紅葉を見に行きましたけどね、春に来た時にね、モミジの紅葉がものすごいいい言うてね、ガイドの方がね、盛んに勧めてくれたんでね、ちょっと見に行ってみましょうね。ここのとこね、ちょっと暖冬気味なんで、温度がなかなか下がらないんでね、ちょっと色付きが今一個かな。三本でございます。もうね、300来てますよ、300キロがね。もう早く早く来てあります。これも楠の木正敵さんだろうな。ガイドの方がね、失礼します。ここでいらっしゃって、今日はいらっしゃらんけどね、こんなんでね、なかなかええ枝ですね。ここご自宅だったかな。庭です。庭でございます。ね。こういう感じでね。あれが本堂ではないんですよ。本堂は左側なんですよ。あれ、ここ行かれへんねんな。いっぱいね、建物があるんだけどね。これなんか言ってたな。なんか言ったけど、もう覚えてないね。で、前回来た時はね、中の宝物殿だかな、宝物殿なんか見せてもらいたいけどね。今日は誰もガイドいらっしゃらなきゃわからんけどな。こんなんでございます。みんなね、こんなんでございますね。このマンションいいね、これこれ。なかなかよろしいな。来やんのかな、こっちに。あ、帰れた。たまじゃあ本棚がいたんだけどな。ここ何言われたかな。ここ何か言われたけどね、ちょっとよう覚えとらんね。いっぱいね、ここにいっぱいです。馬門天井がなんか非常に暗かったんだけどね、だからここで昔日を出てたからかな。で、ここがね、鯉が、一匹だけね、鯉がね、こう、なくならんで生きてたりね。生きてたら雨かなんかで、土砂崩れで、このことやったのかな。こんなこと一緒に言うとおらへんね。ここら辺ってさ、もう冬やから寒いか。ね。ここから降りてくるんだよな、ずっとぼろっと回ったらな。跡がない。ほら、ずいぶんあんね。いや、ずいぶんあんね、これ。あそこのね、何でしたか。夕日百選やったっけ、なんか、何やったかな。もみじがね、綺麗なもみじがあるんですよ。そこがね、どこかと上上がったってかな。上上がるんやけどね。
こはね、何個もかなあんねんけどもね、いろんな説明されてましたけどね、紋章がね、これここ上がるんやったかな、これ上がるとホームズになったかな、なんかそんなことね、前見たんだけどね、ちょっと上がってみましょうか。はい、金、大きな金がぶら下がってますね。はい、金、金一回なんか金が出てくるのにね、今日誰もいないからできへんな。これここはね、どうしちゃったかな、ここやな、ここ本物でやったかな、ここやな、ここ入ったんやで、ここや、これが U100 やったかちょっと覚えてないんだけどね、この前の台風でね倒れたんだけど、ここに何か書いてあるの、延命寺の夕日もみじ、樹齢800年、あれ重要なものである、こっち右の方がね倒れたんですよ、ね、非常にね古い株が2つ分かれてるんだけどね、でももみじがね全然400年だったかな、よくわからんけど、私はね冷え込みがなかなかないんでね、なんか糸づきが全然ですわ。いってみましょうか、これこれがね燃えるぐりみたいな、あの寒暖差が激しいとね赤になるんで、今年はこんな感じでございますね。もう下がこんなに葉っぱ落ちてんやけどね、色が全然ついてませんわ、暖冬の影響でね。ちょうど11月初めやったらもう真っ赤なんだけどね、これあのお姉さんの話ではね、11月初めで真っ赤になりますというね、うん、全然飽きません、色がね、色づきが、色づき飽きませんね。ちょっと色がね、一応はどこあるのかね、こんなんです、池ちょっと残念でしたね。横もずーっと池回ってるから、一応の木が見えへんだけど、あ、もう落ちてるな、落ちてまんねや、葉っぱこれよ、そうよ、もう落ちてしまってんねや、だからイチョウの葉っぱも色がね、黄色がちょっと足らないねんな、ちょっと足りませんでしたわ。向こうの蓮池の上にもなんか池があるんだけどね、これこれこれね、なんかいっぱい説明してあったんだけどね、もう覚えてないね、このポーがなんか言うてましたけどね、おお、ニュースなんかやってるね。ちょっと歩いてみましょう、ここね。ここの山が崩れた湯だな。ここの山が崩れたのがいいですよね。全然ですね、今年のもみじの色がね。これはもうちょっとね、真っ赤になってるかと思ってきたんやけど、もうね、ずいぶん落ちてますね、葉っぱね。このことか、この池が、あの土砂崩れで埋まったんかな、こんなんでございます。あれ、あの石だったかな、あの石だと覚えがないやつだね、俺石垣はなかったような気がするんだけどね、わし、あれいつやった、春やな、春来たんですけどね、
はいはい、これがね、これが有名な、ほらほら有名な地蔵さんですけどね、どっちやったかな、有名な、こっちやな、こっちやな、こっちが有名ですって。顔を見せないんやで、これね、こうやってね、なかなか珍しいらしいですよ、こういう作りはね。これはどうやったかな、思い出あったんやろこれ、これあったんやろな、わし分かってないだけやろな、前来た時。いや、これあったんや、これどうや、この石垣、まあ、ちょっと前の動画見てみましょうかね。はい、ありがとうございます、失礼します。これ燃えるような赤っていうのがね、あ、これちょっと赤いのあるんだけどね、ちょっと残念やったね。もうちょっとなるとね、あの気温が下がるとね、もうこれ赤くなるんやろうけどね、ちょっと高すぎるよね。最低気温が最高気温との温度差が10度ぐらいあると非常にね、紅葉が綺麗なんだけどね。おお、今行くやったね。いやいや、失礼します。色がね、色が今一個でございます。ちょっと残念な色でしたね、色づきでしたね。ここはちょっと綺麗やけどね、から柄がみんな見えるんですね。横は竹小屋でございます。この万博公園に行った時に竹林も綺麗にね植えてあったけどね、普通竹林なんかこれね、切ってあるな、切ってなければもっと多いんやけどね。こんなんだ、この階段が。おお、下苔が生えてますね。こっち行きましょうか。苔が生えてます、階段。ここどこに降りるのかな、池降りるのかな、池のところに。これはどう見ても石で囲ってるような感じじゃないんやけどね。よし、大丈夫、行こうか。色づきがね、こんなの。
いですか。取れます。いいですか。すみません。ちょっと色づきが悪いね。色づきが。あ、そう。ここ最高やけど。最高。この上。いや、だって全体的に真っ赤になるって聞いてきたんだけど。ないない。ほんならやっぱり 木ごとにね、あの赤くなるタイミングがずれるからね。京都みたいにさ、とかあのさ、長野県とか新州だったらさ、寒暖差が激しいからさ、いっぺんにバッと赤くなるやろ、はい、でもここはさ、やっぱり緩やかに寒くなるからさ、あの下の方からさ、順々に赤くなっていいやん。ああ、そうなんですか。いや、うん、ちょっとこれ色づき悪いけどね。春来た時にお姉さんがな、ガイドのお姉さんがもう真っ赤になるから気に、まだ12月に来て言われて、そのイメージで起きてんやろ、ほんなんか全然やから。どれが赤いんですか、これ。この真上、あのこっちから見たよ。このイチョウの木にさ、イチョウの木ってあるんですか。この大きいやつ、イチョウの木。この大きいやつ。これイチョウの木。うん。このイチョウの葉っぱあるやろ。はい。この木とね、もう一本ここに上にあるんやけどね。これこんな小さいんですか。いやこれもう今は掃除したからね。掃除したからこんなんやってことね。もうこの辺真っ黄色って。あ、そうなんですか。うん。だからね、見て色もちょっと色がちょっと。いやもうあのあれ。それでこの辺だったらさ、はあ、あの結構なんて、まあ、逆光になってるから、あの 赤い感じで綺麗や。まあ、こうやって見ると綺麗ですね。こういうやつがね、もうあの10月の中旬ぐらい、10日ぐらいからあの1ヶ月今までずっと下からね、ずっと来よるんよ。どうですか。一番上行ってた。ね、一番上、山の上行ってね。あ、山の上ね、もしかしたらね、真っ赤になってるかもしれないわ。あの山の上が一番遅いね。いや、お姉さんの話では真っ赤になるから、とにかく来てくれって、えらおっしゃって、そこの、あの、夕日百選、夕梅の会で、夕所の会で、うん。なんか上上がってみましょうかね。あの、どこから上がって、もしね、あの赤くなかったらごめんね。どの辺ですか。あのね、あの、そこの坂道あるやろ。うん、そこの坂道ずーっと辿っていってね、あの階段があるから、その階段登り切ったとこ。もう一遍行ってみます。今ぐるーっと回ったけど、うん、ここ降りてきたから、うん、あのずっとあのよかったらね、多分真っ赤になってる可能性大きいんやけどな、どうやろうな、ちょっと自信ないけどまあ行ってみます、うん、ありがとう、ごめんなさいね、うん、今撮影中だったのでね、すみません。でもこうなんかな、こう画面でね、画面だけで見るとね、うん、全体で見るとこうなんやけど、画面だけ見るとね、真っ赤になる時ってのはね、もう時々あるよ、時々っていうか頻繁にあるわ。まあそうですか、うん。いや、わしはもう全体が真っ赤で見えてきたんで、京都とかね、信州とか違うからね。いや、いろんなとこ回ってきたんやけど、いろんな公園から、うん、ほんでそのイメージがあって、12月に来てくださいって何回も言われたんでね、分かりました言って、ほんで今日来てみたら、このアリサンバやから、うん、なんかびっくりしまして。これだけやな、赤いのは。これいいやろなあ、これね。いや、ええカメラ出んな。いや、全然もう全然出ないですよ。もうこっちの方がいいですよ。何言ってたの。わしらは YouTube アップしてるだけやからね。あ、でも偉いな、それ。いや、ええカメラ出んな。安いカメラ出る。これは動画も撮れるんでしょ。動画撮れますね。動画やらんから。もう写真だけ。写真だけです。はあ、一見上がってますね。すいません。うん、まずありがとうございます。はい。もし赤かったらいいんやけどな。もし外れたらごめんね。いや、一回上がってみますわ。上がってみましょう。せっかくでございますんで。もう一回上がってみましょうね。あれ右行って左上がるんやけどね、先のところを。